とりあえず向かおうか。どこだっけ目的地。コンコード。これ水入って大丈夫なんかな。なんか汚染されてるっぽいからやめとこう。お、肉詰め、やった。まだ敵はいないよな。何これは。お。なんか手に入ったぞ。あ、間違えちゃった。丸だよ。パイプピストル。ん？お気に入り入ったよな。あ、威力低いな。お、これはいいんじゃないの。流れ服。どんな格好になったかな。こんな格好になりました。もうだんだん冒険っぽくなってきたな。ん、なんかこれはなんだろう。お、なんか発見したっぽい。これオープニングの場所じゃん。違うか。取れるもんは取っとく。はあ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 。パワー。ああ、ダメか、作れんのか。ああ、こうやって、あや、部品集めんとダメなんじゃな。これはなんか作れそう。店。診察台欲しいな。全然足りない。まあ、これまだ早いってことか。あ、なんか。長押しでワークショップメニュー。なるほどね。犬に挨拶する。ん？どこ？あ、いた。あら、
こんなところで一人で何をしているの？いい意味ね。分かった、一緒に行きましょう。犬がお供になった。調子はどう？なんか見つけたって。どうした？どうしたどうした、どこ行った？あ、これか、コンピューター、ドッグフード。ねえ、調子はどう？犬と取引なんかできんよな。ねえ、何か芸はできるの？チンチン。ねえ、そっちよ。そんな身のある情報はなかったな。なんか物音が。おお、マジか。来て。おお、お、なんかある、タバコのカートン。どうしたどうした、やばい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 。やばいやばい、どこいる、どういう、まだ操作に慣れてない。ほわ、危なかった。犬生きてる？大丈夫？取引なんかできるの？そうだ、なんかドッグフードあったな。間違えた、まだ操作慣れてない。どこどこ、うわ、これでも全身だかな。なかなか奥が深いな。まあ、目的地行こうか。着いたんじゃねえのこれ。
ああ、こういろいろ調べられるな。ソファーに座る。でも何も起きない。ここはコンコードか。目標はこっちっぽいな。あれは何？敵じゃないよな。あ、よかった。めっちゃちょっと忍び足で。ん？銃声。銃声がするぞ。近い。わわわわわ、やばいやばいやばい。ナイスだ。レベルアップ。あ、誰か助けてくれたっぽい。これちょっと悩むな。誰か知らんが、助けてくれてありがとう。この野郎、俺の愛犬に。暗い。分かった。こうか。ちくしょう、当たるかな。どうやって上に乗る。間違えた。また当たってくれ。ダメか。どうやって上に行けばいい。こっちか。ん？撃たれた。くそ、まだ慣れてねえ。よし。上か。間違えた。また。お、なんか。おお、ナイス。
ないか。当たれ。よし。敵は殲滅したっぽいな。うお、生首。やべ、バレちゃったよ。結構いろいろ手に入ったな。ね、こっちよ。まあ、戦っとるな。上。待ってろよ。取り残らず川を入れやるからな。勘弁してくれ。やつはここにも行きゃしない。おい。ん？バレた。マジか。胴体。おら。おやはぎ、おやはぎ。お、こいつは味方っぽいな。誰かは知らないが、タイミングが完璧だった。プレストン・ガービー、スクシュ・ホモン・ウェルス・ミニッツメンだ。これで貸しができたわね。ああ、もちろんだ。このゴタゴタから抜け出したら、これじゃすぐにでもエメラルドでいっぱいの箱をやろう。どうぞ、続けて。1ヶ月前は仲間が20人いた。昨日は8人で、今じゃ5人だ。はじめはレキシントンのグールだった。今はこのザマだ。グール？グールって何？違う。この辺りから来たんじゃないっていうのは本当なんだな。グールは放射能汚染された人々だ。大体は俺やあんたと同じさ。見た目がかなりひどくて、長く生きているが、さあ、いや、違うんだ。話に出てきたグールは違う。脳が放射能で腐って野獣になった。見た途端八つ咲きにされる。とにかくコンコードに定住するのは安全だと思ったんだが、それは間違いだったってレイダーに思い知らされた。だが一ついい考えがある。聞きましょう。スタージェス、教えてやってくれ。屋上に墜落したベルチバードがある。昔ながらの戦前のやつだ。見たことあるかもしれない。うん、字幕が、まあ、それの乗客がかなり楽しい代物を置いていったようだ。チェリー T45 パワーアーマーのフルス。字幕は変わんないない。軍の支給品だ。パワーアーマーがなぜそんなに特別なの？それはウエストテック社の内面化サーボシステムだよ。あれの中にいるとスーパーが新たな標準になる。もっと強く頑丈になってラッドに耐性ができる。それにあのスーツがあればベルチバードからミニガンをもぎ取ってレイダーに地獄までの特急券をやれる。わかるか。ほう。それでミニガンをライフル銃みたいに使えるの？使えると思うよ。手動の引き金があるはずだから。悪い奴らを狙ったら昔ながらの運任せで乱射をやればいい。それでアーマーなんだけど燃料がないんだ。おそらく100年もの間だ。
電源は入るはずだが、少々お手上げなんだ。手を貸すか。手伝うわ。必要なのは戦前の古い FC 標準フュージョンコアだ。ハイグレードな長期型原子力電池で、かつて企業が使っていた。それにどこにあるかは知っている。でもそれに近づけない。地下の鍵のかかったセキュリティゲートの向こうにある。食い組みで話すな。俺にできるのは下手な修理だ。セキュリティを飛び越えて進むのは得意分野じゃない。君なら挑戦できるかもしれない。そこまで難しくないはず。やってみる。そうか、よし。ようやく幸運が訪れたようだ。フュージョンコアをパワーアーマーに差し込んでミニガンを持ったら、レイダーも喧嘩を売る相手を間違えたことがわかるだろうよ。頑張ってくれ。終わったか話は。リム、スタージェス、やってみるか。あら、下手なことはない。何を待ってるんだ。いや、ソファーじゃなくて。気をつけなさい。何かが向かってる。マママーフィー、ドッグミートは助けてくれ。お、完璧ね。やった。ミスター、よかったわ。大丈夫？ここに閉じこもってるわけにはいかない。こんなのおかしい。誰かどうにかしてよ。うん、これはなんだ。全然わかんねお、やった。あっさり解除できたな。全然読んでないけど、まあちょっといろいろ装備品手に入ったんで、一回ここで整頓しようか。それじゃあフュージョンコアを入手しに行こうか。これダメージ食らんかな。大丈夫か。ディナーフォーク、どっちだ。大丈夫か。ダメージ食らわんか。よし、こっちっぽいな。ん、ちゃうか、こっちか。タバコ。ヘアピンがない。目的地ここだよな。ちょっと待ってよ。マップ。建物の外なんかな。いや、中っぽいな。どうやって地下に行く？こっちか。あるじゃん、なんか。あ、パスワードか。
これは違う。これも違う。これかな？エクストラ。やった。おお、手に入った。パワーアーマーに入れる。パワーアーマー上か。なんかもうレイダーはおらんっぽいな。上ん？なんかまた銃声が。まだ上か。上に行くにはどこに階段がある？全然のお金。あれ？なかなか道が方向音痴だからわからんな。こっちか。よっしゃ。お、近いぞ。お、ぬかコーラぬかチェリー。近い。すごいな。本物のコンピューター。お、あったあった。目的地。連邦。お、あった。おお。おい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 。あれ敵か？誰かいる。ちょっと待って、次の目標なんだ。あ、敵を排除するんか。オッケーオッケー。ジャンプ。おお、どうなっとん今。こんなになっとんか。バット使える？使えるな。いいね。どこだ？どこだ？
おお、なんかいた。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。おい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 。やばい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 。うわ、強い。あ、負けた？あ、危ない、もうまだ大丈夫か。倒したー。ほう。暗い。よっしゃー。犬大丈夫か？犬死んだ？おーし、排除したぞ。おやぎ、おやぎ。これすげえな。はあ、こんなになっとんじゃ。しかしこの巨大生物はちょっとびっくりしたな。で、フォークスはいいわけね。終わったぞ。今のはかなり素晴らしかったな。味方になってくれて嬉しいよ。こちらこそ嬉しい、プレスト。友達ができるのは貴重なことだ。連邦、聞いてくれ。初めて会った時、俺たちに菓子を作ったと言ったよな。助けてくれたから。俺もそう思う。だからほら、エメラルドいっぱいの箱じゃないか。我慢してくれ。おお。誰だこいつは。分かった、続けて。あなたには時間もないし希望もない。でも全てを失ったわけじゃない。お、エナジーを感じる。あの子は生きてる。やっぱりお願い、どこにいるか教えて。息子を見つけたい。見えないの、はっきりと。でも生命力は感じる。あの子はどこかにいる。それにどこを探し始めるべきかは、私がサイトを使う必要すらない。連邦の偉大な緑の宝石、ダイヤモンドシティ。この辺りで最も大きな共同体。
この友達のおかげで安心して出られるぞ。これからマママーフィーが知ってる場所、サンクチュアリへ向かう。そんなに遠くはない。知ってるだって。ハイになってみたあの幻覚のことを言ってるんでしょ。それで次はまたマママーフィーに見えたっていう他にマシな計画もなく、オネオリゾーンのために出発するの。悪い状況になるなんてありえない。みんないいから落ち着くんだ。みんな一緒にやっていくよな、マーシー。だったら次はどうすればいいか、もっといい考えがあるんだ。誰かあるか。まだ銃声があるな。うん、みんなここでお別れか。そういうこのパワーアーマーはずっとつけとけれるんかな。サンクチュアリでブレッソンと交流する。でダイヤモンドシティに向かう。すごいなミニガンの威力。あ、壊れとるんか。さあどうしよう。サンクチュアリへ向かおうか。とりあえずとりあえずあいつらについていこうか。あいつを始末したなんてまだ信じられない。こいつを間近で見るのは初めてだ。世界すでに死んでる。あ、一応 HP あるんじゃな。一回こいつらと離れて、あの倉庫みたいなとこ行ってみようか。なんかファーストトラベルしたらこいつだけついてきたみたいじゃな。特に何もできることなさそうなんで先へ進みます。こっちかな。ちょっとですね、なんかサンクチュアリはもう行ったことあるって感じじゃな。到着。みんなどこ行った？目標が分からんぞ。ブレストンと合流する。こっちのはず。
古株のグールと一緒か。冷凍保存。誰か他に仲間はいるのか。息子だけ。こちらが身動きできない隙に誰かにさらわれたの。男の赤ん坊を連れた人を見たことは。そいつは気の毒に。でもさらわれた赤ん坊なんて見たことがない。これからはもっと注意しておくよ。とにかくここにいてくれて嬉しいよ。こんなことは言ってはなんだが、他にも頼みたいことがあって、ね、まだかあるんか。ある居住地の住民が救助を必要としている。彼らはミニッツメンがどこかにいて助けに来るのを期待しているが、ミニッツメン、ミニッツメンが復活できる唯一のチャンスは頼りになる存在だと人々に知ってもらうことだ。だが困ったことに、ここでの仕事が忙しくて、居住地の救援に向かってくれないか。何をすればいい。どうやら例のごとくレイダーのようだ。詳しくは住民から直接聞いてくれ。しょうがねえな。喜んで。素晴らしい。ミニッツメンにはあんたのような人がもっと必要だな。ところで、もし人の役に立ちたいならスタージェスと話をして、手を貸してやればきっと喜ぶぞ。スタージェス。スタージェス、どっかおったよな。こっちか。スターです。どこにいる？こいつに持たせれるんじゃな。まあいいや。スタージェスはどこおるんよ。あ、いた。違うか。